フィリッポ・トルトは、イタリア出身の短距離走の選手。100メートルの前イタリア記録保持者で、自己ベストは9秒99。イタリアのミラノで生まれたが、サルデーニャ出身。8歳の頃にスポーツを始め、陸上とバスケットボールを習っていた。2010年と2011年に、ミラノの大会で優勝した。そのためバスケットボールか、陸上競技か、どちらを専念するのか迷ったが、 優勝したこともあり陸上競技に専念することにした。2018年にマドリードで行われた IAF ワールドチャレンジミーティングスではイタリア選手初の9秒台となる9秒99をマークピエトロ・メンネアが持つイタリア記録を39年ぶりに更新した。カタールのドーハで行われた2019年世界陸上競技選手権大会男子100メートルでは 決勝進出を果たし、10秒07で7位に入った。男子100メートルにおける、イタリア選手の過去最高成績に並んだ。2020年東京オリンピックでは、400メートルリレーでアンカーを務め、イタリア新記録の37秒50で、金メダルを獲得した。ゴールの様子は、同国選手のピエトロ・メンネアの1980年、モスクワオリンピック男子200メートル決勝でのゴールを、 彷彿とさせるものだった。IAF フィリッポトルチュープロフィール。IAF.org 2018年10月9日閲覧。ありがとうございます。